僕どうしても勝ち取りたくて、うん、その歌い方だとか、まあ、声声色だとか、なんか佇まいがエロっぽいとか、うん、でもそれで完全に決定ではなかったんですけども、うん、この度デスノートザ・ミュージカルで L 役をやらせていただきます高橋優です。今回の作品はですね、デスノートのミュージカル版ということで、全く新しいデスノートが届けられればなと思うんですけども、もちろん世界中で愛されてるデスノートのこの作品、ね、原作のファンの方たちにも、認めてもらえるくらいの作品にしたいですし、これが、ね、せっかくミュージカルとコラボしたんだから、それでしか出せない魅力というものを出していきたいですね。何よりミュージカルのいいところって、原作だったらね、何話も何巻もあるところをたったの2時間にまとめてギュッとしたものだったり、ね、ライトの、心情がこうキラに移り変わっていくシーンも、例えば1曲を通してたったの数分間で表現していくので、本当にその歌とかミュージカルのエネルギーというものを感じてもらいたいなと思います。皆さんぜひ会場に足を運んでください。なんか一回ライブに来ていただいて、はい、そのプロデューサーさんとかに、そこでなんか目に留めていただいたんですね、うん、なんかすでにその歌い方だとか、まあ、声声色だとか、なんか佇まいがエロっぽいというか、うん、でもそれで完全に決定ではなかったんですけども、はい、なんかそれで僕どうしても勝ち取りたくて、その勝ち取りたいっていうのをきっかけに改めてアニメも見直したんです。その時点でまずいろんな L がいるなっていうふうに思ったんですけど、それも、まあ、吸収しつつ、自分なりの高橋なりの L も出せて、まあ、勝負して挑めたんですけど、そういう過程があって勝ち取れたものなんで、本当に嬉しかったですね。うん。